はい、ビーツナウ、始まりました。始まりました。今回は、ちょっとこの場を借りて、僕個展でちょっと切羽詰まってまして、DM がね、作れなかったんですよ。まず自己紹介とかいいですか？いや、スタダ君です。あ、はい、スタダ良一です。ビーツギャラリーのメンバーでおなじみのっていう感じで、そうなんですよ。ちょっと搬入2日前にちょっと全部用意して、ちょっと切羽詰まって何するか固まってなくて、ちょっと、ちょうど2日前に固まったんで、夜中に決まったんですね。夜中、決まって、それで一気に、なんかこうちょっと固めるんが苦手で、その形にそのパズルを一個一個開って固めるんが苦手で、結構突発的になってしまったんで、まあちょっと DM がね。僕と彼は名前言わなくていいですか？そっか。特に僕は。そっか。平然と座ってますけど、先週固定してた室田です、ゲストということで、はい、してます。ゲストで。メンバーの中村です。猫の人です。猫の人になってます。また、はい、サンドバッグ。猫とイチャイチャしたい。サンドバッグです。猫とイチャイチャしたい中村くんです。中間ですかね。うわぁ、そんな。いいの？いいの？ごめんなさい。まあ一応塚田僚一写真、まあ写真って思われることは少ないっていうか、やっぱりその現代アートみたいな、まあ見に来てくれた人はそういう、はい、でも写真ですよね。まあ一個一個見ればそうかなっていうので、一応入って、まあこんな感じで前景ですね。前景ですね。で、まあちょっと看板がこういう、まあ、ずっと流している、そのタイトルが自分を物として例える日、物を自分として例える日って、この日っていうのがそのひらめいたっていうか、そのこれをきっかけしようっていうので日というものをつけました。そして、まあそのなんて言いますかね、その物っていうのが、何かっていうことなんですけど、僕写真撮るときに人とか風景とか全て物にしか見えないっていうか、物として見るっていうか、そのカメラを通して出てきたものっていうか、まあ、人物とかでもね、やっぱり物って、人物物ってつくんで、やっぱ物として見てしまうっていうか、なんかそこに感情を輸入しないというか、そういうことがあるんで、まあ、物として、だそれで自分を、まあ、こういろいろやって撮っていってるんですよ。まあ、それもやっぱり自分が物になるっていうことなんですかね。まあ、こんな感じでアバンギャルド、ね、アバンギャルドな、まあなんかこうやっぱりものなんですよね。止まってしまってますし、動いてるものでもない、まあ、平面になったんで、なってるんで、やっぱりものかなっていうのがあって、そうですよね。だからこう猫とか映ってたら、まあ中村くん猫撮ってますけど、まあ猫って言っても、まあやっぱ猫ってものじゃないですか。猫っていうものっていうか、僕なんかもう原点に帰れば、もう紙に写せば写真っていうものっていうか、もう結局そういう物になってしまうわけなんですよね。その写れば物質化するというね、物質化するんですよね。まあ、それで一応最初は、まあ、自分ものっていうか、もうスタンダードな、もう、まあ、一応、まあ、いわゆる照明写真的 な、まあ、画面で見たらね、なんかそれでも僕はやってないみたいな感じで、ちょっとまあ顔は全然貸せるようにイケメンですね。いや全然、もう、まあ、
で次はこれ結構色合いを主張したっていうか、その自分は一個のカラーを持ってないっていう主張ですよね。まあ、例えば音楽が好きであったり料理が好きであったり、まあ、なんかいろんな、まあ、写真ももちろんそうですし、絵も好きであったり、なんかこういろんなカラーを主張したいと思って、こうカラーバリエーションな感じの編集っていうか、誰しもね多面的なところがあるしね。はい。次がね、これちょっと画像じゃ分かりにくいですね。結構モザイク処理をしてるんですよ。目以外を。で、まあそのモザイク処理っていうか、そのまあっていうかじゃなくて、モザイク処理したのは、やっぱ人って何かを隠しながら発言したり、何かを隠しながら生きてきてるっていうか、その 裏面っていうか、まあそういう裏面ではないですけど、その何かを隠しながらその距離感を保ってやってるんですけど、やっぱり人の 目を隠さなかったっていうのは、やっぱり目は嘘つけないっていうか、目はやっぱり話すときも相手の目を見ますし、こう目って結構物語ってたりするんですよね。なんかこう僕はいろんな人と関わりを持ったりとかした中で、やっぱ目で、あ、やっぱこいつ嘘ついてるなとか、まあ別のこと考えてるなとか思ったり、なんか目は隠せない部分だなと思って隠さなかったんです、ね。で、こっちはまあそのさ、まあその人間の裏側っていうものはやっぱり僕にもあったりするわけで、誰しも持ってるものなので、まあ、写真の裏側といえばネガかなと思って、ネガでその自分を物として叩いた時に裏を描いたのがネガかなと思って、ネガに。でこれはもうねちょっと分かりにくいんですけど ね、これ一番謎ですね。謎っていうか、これは本当に切羽詰まっててなんか気づいたらキーボード叩いてたんですよ。こう背景が文字なんですけど、あ、なんか数式みたいなね。はい、もうランダムで、それで自分のところは点線なわけなんですよ。点線っていうか、まあ、ノートみたいな、なんかその自分は自分で書き換えるっていうか、なんか常に白紙でいたいな、その写真っていうか、こういうね、なんかこう企画展とか、まあいろいろ展示とかもあったり、なんかまあ気候っていうか、まあ、白紙にして、まあなんか次のジャンル聞こうかとか、次のジャンルを何かをしようかっていう、なんかそういう意味合いで、まあ、ノートっていうか、ノートみたいにしてるっていうか、まあその常に白紙の状態の方がやっぱり真っさらで、そうですね、フレッシュな気持ちで、フレッシュな気持ちで、サイエンスね。はい。で次が、これね、僕結構漫画が好きで、漫画に影響、まなんかあ、そういう意図。うん。漫画からもやっぱ影響を受けるっていうか、その写真はその結構光の凹凸でリアルに見えるんですよね、3D。まあ、二次元の世界ですけど、まあ、被写体深度もね、はい、ありますし、それをちょっと漫画の世界に置き換えたり、じゃあなんかこう結構は犯罪者みたいな感じになっちゃって、あ、結構ね漫画僕あれなんですよ、殺し合い地書いてる人って分かりますか？殺し合い地は知ってますよ。の書いてる人で名前ちょっと忘れちゃうんですけど、まあなんかホムンクルスっていう漫画も書いてるんですよ。あ、はいはい。あれって結構なんか人間像を描いた漫画で、うん、あとはもう奥広也とか、あのガンズの ああいうのもなんかこう結構好きで、なんかそういうちょっと漫画で、そういうところからもなんか影響したりとかしてる部分があって、まあちょっと病んでる漫画です。いやいや、まあ病んでる漫画っていうか、まあ、次のあれ見たら余計、まあなんかそういう漫画で
まあその写真っていうのはまあ平面なんだよっていう、分かりやすいかなっていうのでこういう感じにしました。で次はこれですね、もう問題さんですね原型がちょっとあれなんですけど、でもねこのこれが僕の中で一番好きなんですよね。なんかこう塚田くんっぽいよね、なんかこういう感じっていうか、なんかそういう、まあ、レタッチとかする上でそのなんていうんですかね、常にぐるぐる回ってて、まあ、心臓と目と、まあ、これちょっと見えにくいんですけど脳みそもねちょっと描いてたんですよ。なんかそういう目と脳と心臓だけでなんか周りが分からなくなるみたいなことがよくあるんで、なんかこういう、ね、これだけ壁面じゃなくて真ん中のね、真ん中のいいつなぎとなったか、まあ、次のバトンを渡せる感じにはなったかな次がね、はい、次はもう一個の壁、やんちゃな感じでね、やんちゃな、それ何打つか分からんね、まあ、そうこっちはねその下に柵があると思うんですけど、まあ、ちょっと大きく見せたいなって思って柵作ったんです。で何が映ってるかって言ったら、デッサン、これやったかな、まあ、デッサン人形を、いろんな、ね、ランダムに撮って、まあ、全てあの、まあ、ここに、75枚貼ってるんですかね、75枚とあと破って貼ったものがあって、まあ、全部で90枚ぐらい貼ってるんですかね、まあ、なんかこう、まあ、デッサン人形、あ、1枚1枚がどうというよりはそうです、全体で見せたかったって感じですね。で、まあ、最後にちょっと手を入れて、まあ、そこのなんで手を入れてるのかっていうと、やっぱりこのなんていうんですかね、まあ、物を自分として例えるっていうか、物で自分を例えたらこういうことかなっていうので、まあ、なんかこう常にぐるぐる回ってるんですよ、もう、もうね、雑音っていうか、もう雑音を聞きたくなくてもうイヤホンして音楽聴いて、まあいるわけなんですけどね、なんかあの駅とかね歩いてたらなんか人の声とか、まあもちろん電車のね、電車の音とか、でもどうでもいいようなことがもうどんどん入ってきて、もう腹立つんですよね、あれねこれでも制作してたのこっち の, あの人形のやつ何時にやってたんですか？朝6時半に撮ってましたねあのもっとしますいや、まあ、あの日常生活の中でですよ、日常生活の中で、まあそのまあ、ライブハウスの中で耳で音楽聴くっていうのはまあね、まあ、スペシャルな環境、はい、なんかでもねそういういろんな人と関わる時ってその、ね、その喋り声がいらんかったり、もうどうでもいい、もうしょうもない話ばっかりしてる人とかいるじゃないですか、いますね、なんかそういう論とかも雑音で、まあ一応この展示でノイズぎっしりな音楽を流してたわけなんですけど、まあなんかノイズよりノイズっていうか、そっちの方がなんか綺麗にあの音に関してはすごい演出的な方法がありましたね。やっぱこういう点、こういう僕の、まあ、見に来てくれた人は分かるんですけど、あの展示にビートがある拍がある、あの音楽はまあ良くない、まあ、ただ無音じゃ無音でもなんかこう神経になんかこう、あのこれ見たら分かると思うんですけど、ライトがね、あの見る人に向けてライトを、これが肝ですよね、肝でこの展示の、はい、ちょっとね、紐吊るして立ち入り禁止みたいな風に箱をセッティングして、はい、ライト全部鑑賞者の方に向けてっていうのが、はい、
そうなんですよ。それでこう光の拡散っていうか、なんかこうモヤモヤしたものと、あとこういう大きな同じようなものを描いてるっていうか、まあ、そうぼやけて見えるっていうか、なんかこ う, もう僕20分30分こう見てたらもう気持ち悪いなって家帰った時きつかってまあでもなんかそれがいいかなっていうか、なんかそのノイズな感じと、なんかそういう、まあ、ライブハウス、まあ展示ってライブやと思う。そうですね。なんかそういうライブハウスに行った後みたいななんか感じにはできたんで、なんか、まあ、えってなりましたけど、まあそれはそれで成功かなっていう自分も、うんうん、でまあそういう最後にこう手入れたっていうのは、まあこう一応自分の頭の中っていうか、なんかそういうものを表したんですけど、なんかこう発言するとか、こう行動するとかっていうのって、うん、やっぱり自分の頭の中の経験であったりとか、自分の行ってきたことから出してるっていうか、例えば、まあ、もうこう喋ってる時点でこう、ね、自分の記憶をたどってこう知ってる言葉を並べたりとか、うん、何かを行動するっていうのはやっぱこう頭から引っ張り出してるっていう、そういうイメージで手を入れたんですよ、うん、そうですね、まあ、そういう感じで手入れたわけなんですけどね。そうですね。これはあの一言も喋ってない人一人いるんですけど、ああ、まあ猫は喋らないニャーぐらいは言われてニャーそうですね、まああのまあ入って右がこんな感じで、左がさっきのこんな感じで、それでまあタイトルもねこう2つとして分けてるんで、まあなんかあの壁をいつもじゃいつもやったらあの入ってドーンと壁があるんですけど、それを縦向きにして、うん、あの2つの空間を作ったっていう感じですね、うん、でまあ中村君、はい、どうでした。どうですか。はじめはその紐で区切る前のあのこの位置に立ってくださいっていうよりかはこう紐で区切った方が、はい、その空間が少し切れて面白いなって靴のあの位置に立ってくれっていうよりかはもう入らないようにしてるっていうの方がこう効果が、まあ、なんていう倍増するじゃないけど、はい、まあ、入らないようにっていうのはちょっと、まあ、大きく見せたかったんですよ。ちょっとギャラリーってやっぱり大きさ決まってるんですよね。例えばこの箱でやる、この箱でやるって、まあその箱でやるっていうか、まあ、企画展とかああいうのだったらその壁を使うじゃないですか。あの決められた寸法の壁をでどうにかしてくださいっていう、もう個展とかそうなったら箱でどうにかしないとダメっていう、だからそういうことがあったんで、ああいうね限られたスペースをいかにどう使うかなと。それで国立国際とかああいう大きい美術館とか行くと、うん、やっぱでかいわけですよ。土地も土地と壁もでかいわけで、それで大きな展示見るとやっぱり圧倒されるっていうか、なんか大きいだけでやっぱり普段やってないことをやってる人がね、なんかまあ、うん、誰かでそれね大きいやつバーンってやったらそれがそれでいいっていうわけじゃないですけど、まあ、そういう大きい展示とか見るとやっぱ圧倒されるものがあって、まあ、その美術ギャラリーのメンバーで美術ギャラリーのメイン の,、ね、あのスペースを使うってことは場所が限られてる、まあ、大きさが限られてるわけで、だからそれで大きいものを作りたいなっていうことでああいう手法になったんだよね。だからそのどっちかっていうと古典って言ったらその展示のものっていうかインスタレーションな部分も作っておかないと。そうですね、それは意味がないというか、まあ中村君11月個展する、あもう発表するんですか、ね、しといた方が、ね、
うん、ちょっと今戸惑った顔しましただからそういう、そういうので、まあ、そうですね。でまあ一応今回この展示に向けて、なんか昨日土曜日ですね、ちょっとトークイベントっていうか、まあ10名ぐらいですかね、なんか来てくださって、まあ、もう人の前で喋るの苦手でね、今話したようなことを、まあそんな感じやけど、やっぱりこう知らない方とかも、知らない、まあ知ってる方が結構、まあ、ほぼっていうかもう占めてたけど、やっぱりきついね。なんかその10人ぐらいの前で喋るっていう、知っててもきついなっていうのもあって、なんか、まあ、向いてる向いてないって言ったらもう向いてない、完全、なんかこう野心が難しいっていうか、1対1とかやったらこう結構しゃ、1対2とかでもやったら結構喋れるんやけど、この10っていう数字に圧倒されて、こんなに喋ったらいいか分かんないっていうか、しかもノイズめっちゃ鳴ってたし、余計こんがらがって消さんかったん、消さんかったか、だから雰囲気がいるから、もうノイズ、なるほどね、それで、まあなんかでもやってためにはなったかなっていう、まあまあね、経験ですからね、経験で、だからそういう機会もね、自分からやらないとないし、はい、でまあそのビーツではやったことない、まあ、やったことないこと、まあ、これからね誰かがやってそういうのが当たり前になるかもしれない、まあ、そういうイベントあった方がね面白いと思うし、そうですね、やっぱその展示者と、来場者が触れ合う きっかけっていうか、まあ、そういうのはやっぱ展示者が作らないと生まれないですしね、まあ、そういう、まあ、あとは特にそういう作者の意識とか思想とかそういうのがないとね、やっぱ分かりづらい展示であったと思うので、はい、いや、いい機会だったと思います。僕来れてないんでこれぐらいしか言えないんですけど、まあそれで、うん、中村くんはいたんですけどね。どうでした？何が黙ってるんですか？そう、でもこう一つ司会も、まあ、司会進行も塚田くんが一人です。ああ、で、まあ一つずつこう作品をこうなんと説明をしていって、でこう質問コーナーがあって、でちょっとこう質問されてる方の方にこうちゃんと向いてっていう感じ。まあ、その普通にもそう。そうですね。来た人は何かしらの疑問点はたくさんあった展示だと思うので、はい、まあ、僕初めて今日意図を聞きましたけど。はい、うん、僕はもう完全にね、仕事でね、そうですね、フラッと30分ほどしか入れなくて何かを読み解こうと思ったけど、今の話聞いて、まあ、3割ぐらいだったのかなとは思いましたね。3割そうそうそう、考えてたことを理解できてたのが、あ、アバンギャル展示だったんで、あとはまあまあ何やろ、その右側の壁の、はい、たくさんあるこう、はい、紐、はい、紐でその、まあ、立ち入り禁止とは言葉にしてないまでも、はい、紐でそういうふうに区切ってるって、そのさっき経験とかそういうものが現れてるって言ってたけど、はい、紐の意味とかまさにそうだと思ってて、例えばそういう場所とか空間に行ったことない人だったら、うん、紐って別にあるだけだから、はい、越えるっていう選択肢もあると思うんですよ。まあね、そういうこともできるだろうし、でもやっぱりあれがあることで、まあ、見てる人がマナーじゃないけど潜在的に、あ、入ったらあかんねやってなるのは、そういう記憶とかを喚起させる演出にはなってるかなと思って、であとは僕は特に思ったのはやっぱライトで、はい、その映ってるものが、要はタイトルからすると物を自分として例えるっていう、はい、セクションとして、はい、まあ90枚ですか、はい、90枚バーって並んで、で物を自分として例える
ていうことは、物を塚田くんとして例えてる、はい、展示というか壁面構成、はい、にはなってると思うんですけど、あそこの紐があって、まあ、縦にあのパネル仕切りを置いてるってなると、その仕切りのところに立って壁を見てたらめっちゃ眩しくて、はい、もうライト全部こっち向いてるし、はい、だからあの写真たちは塚田君を例えてるようで、はい、誰しもそういう面があるんだろうなっていう風に僕は見とってて、はい、なんかなんやろ、ね、うーん、受け手ではなくて、はい、なんやろ、共犯にさせられてる感じがした。あ、ライトが当たってることね。ライトが当たってることで、あなたたちにもこういう面あるでしょうじゃないけど、あ、はい、そういう意味で、共犯、共犯って言葉いいのか悪いか分かんないけども、はい、なんかねそういう道連れまあでもそういう意味もまあ考え方ではありますね。そうですね、やっぱ結局全部が全部綺麗なものを見てきてるわけでもないですし、なんかぐちゃぐちゃっとしたものを見てそれを避けてるだけで、やっぱりそれをね、まあなんか、まあ、蚊潰すのと一緒ですよね。もう感覚的やけど、はい、生活的にどう、生活的にやってしまうけど道徳的にどうなのみたいな、はい、だからそういうことなんですよね、なんか、うん、簡単に言えばですけどね、まあ、なんかこうゴキブリ倒したりとか、そうですね、うん、まあ、それそういうのがやっぱあのさっきの漫画とかそういうのでも影響されたりとかもするわけなんですよねちょっとね、アバンギャルドな、アバンギャルドなとか、なんかこうやっぱね、古典らしい古典ですよね。今回はちょっと、うん、本当に箱全体使って、はい、まあ、まあまあまあね、先週も僕ライトで遊んでましたけどそう、なんかこうやっぱ室田くんからのヒントもあったわけよ。やっぱ箱をこう使うっていうか、なんかそういうヒントもあったんで、まあなんかそういうのはやっぱり取り入れた方がいいなって。まあこれね、その制作する前はやっぱ他のことやろうと思って一応作ってたのは作ってたんですけど、でもなんか違うなっていう引っかかりがあって、なんかその引っかかりをほどいていったらこうなった、こうなったっていうか、なんか結構即興的ではありますけど、まあなんか自分の中では良かったかなっていうか、その今回やって、まあそういうこういうね、なんかあのエフェクトをかけたような、まあその元をたどればもう、まあ、これに関してはでも、ね、ザ・塚田僚一っていうイメージはありますけどね。ああそうですね、うん、なんか去年の花展とかもこれコラージュだったりとか、あ、これコラージュじゃないや、まあこれはね、うん、あ、全部コラージュじゃないかな。あ、そうなんや、うん、一枚の元やから。あ、なるほど。どうなんかな、そういうのはその線引きが難しいところやけど、ね、コラージュってなんかほっかから引っ張ってきて複合させるんがコラージュかな、サンプリング的な、うん、でもなんかそのサンプリング的なね、サンプまあまあ出てきますよもうちょいで、なんかこれは元をひも解いていけばこれになるんでね、うん、もう本当にね、あのプラマイゼロの塚田僚一ですよね。あ、もう最初スタートに関してはプラマイゼロでね。そうそう。でどんどんちょっとプラスとかマイナスとかいろいろ差し引いたらなんかこういう感じ。まあプラスマイナスもあれば、そのね、どういう場所から塚田君自身が塚田君を見ているのかみたいな感じですよね。はい。やっぱね、こうパソコン上でこうこういうエフェクトかけていくと、ここで光るんですよね。うん。で、まあこれ結構時間かかったんですけど、あのまあ間でやっぱその時の感性ってあったわけなんですよ。ああ、なるほど。その時のね。で、タバコ吸ってまあちょっとうんって、まあやっぱこう客観的にこのパソコンの画面を見て、
でまた違うなって、うん、まあ、なんかここで、まあ、光ったんですよね、うん、まあ、こういう直感的なことに向い、まあ、自分の中では向いてると思ってるんで、まあ、写真もね、その瞬間瞬間ですし、そういうパソコンがパッて光るのも瞬間なんで、うん、まあ、それはそれでなんか、そう、なんていうんですかね、完成するっていうか、まあ、別にゴールがないもんね。ゴールがない。一枚いろいろ作り込んでいく中で、死んだらゴールですからね、人間なんか。そうですよ、うん、そう、それで全然喋れないですね。死んだらゴールで、まあその、まあ、僕の展示はこんな感じで、まあ久々に前、まあ、約2年ぶりって言ったらいいか、そうね、まあそれぐらい個展っていうかメインギャラリーを使ったことはなくて、まあなんかコビーツでいろいろ挑戦っていうか自分の中で挑戦してきたんですよ。うん、でそれで今回こう、まあ、個展として放出したんで、なんかまあ、ちょっとエフェクト、まあ、写真だけでエフェクトをかけるっていうのはもうちょっと今後やめようかなと、まあ、こういうなんかこうね、全然形が変わってしまうようなものはなんかもっとそういう自分が作るコラージュっていうか、うん、なんかそういうものでまた表現できればなっていう。写真ってやっぱり目の前に映る瞬間を切り取って、それが対面的にあって、その瞬間瞬間が楽しいことだと思うんですよ、生きてる中での。だからそういうところになんかもうちょっと、まあなんか最近ね、森山大道の本、雑誌でブルータスかね、はい、なんかそれで余計思いましたよね。別に森山大道をそんな好きじゃない、好きじゃないよ。好きじゃないし、その別に手法も写真の撮り方も違うし、でもなんか一応写真界のもう大御所ですね、大御所っていうかもうほぼトップな人が言ってることはちょっと入れてみよう、うん、あ、それで別に全てが全部合ってるとは思ってない。うん、まあ、その世代の人ですからね。そうですね。だからそのおっちゃん世代って言っていいんかどうかわかんないですけど、そういう世代の人が好きなんで、だから例えば僕は小学校の時は伊右衛門とかも好きやって、で伊右衛門が復活したようなもん、この雑誌って多分。そうですね。伊右衛門が復活したような感じっていうか、なんかその世代によって好きな人ってやっぱあると思う。ありますね。僕もイエローモンキーコピーしてました、バンドで。バーン言って。いや、僕バラ色のモンキーやってました。あ、バラ色のモンキー雑談やん。まあなんかそういうので、そういう本を読んでみて、やっぱなんかカメラ持って街出たいなっていう、それがシンプルにね、シンプルに思ったんで、やっぱ写真はそういうエフェクトをかけるものじゃないっていう か、 だからかけるんだったらなんか他のものに複合して、もっと、ね、パソコン上でやっても仕方ないなと思って、うん、こういうさっきみたいなやつはなんかもっとアナログな方がいいなっていう、まあ、デジタル、パソコン上の中にある時点でもうデジタルだから、もっとそれを出力してね、そっから自分のアナログをもっと足していったら、なんかまた別なものがっていうか、そのパソコンの中で制約されてないんで、だからそっちの方が面白いかなって、だからそういう面と本当に写真の面っていうか、だからそういうのをもっと言い分けようと思って、まあ、今回この個展で、まあ、そういうエフェクトは一区切りっていうか、なんかね、粘土買ってますしね。粘土造形とかもいいから、なんかそういうことなんですよ。なんかいろいろやる、いろいろやるっていうか、なんか思った時の楽しいことをやる。まあ地球にね、そうですね。なんかもうね、この遅れたも失礼ですけど、はっきし言うとウォーキングデッドを見てました。
そうね、ドラマの海外ドラマのウォーキングデッド見てました。なんかね、最後まで見ないと気が済まない、気が済まないっていうか、なんかそん時ツイッターでちらほらね書いてましたね、書いててなんかもう最後まで見ないと気が済まないっていうか、なんかそこまで行って行かないと次のこといけないっていうか、だからそれでね、やっぱ DM ないのは、まあのウォーキングデッド見てるからや、もうじゃあウォーキングデッドでよかったじゃん。あかんあかん、まあでもその切羽詰まるっていうことがないと今回の展示ないっていう、まあまあ、まあ、プラスに考えれば、うん、まあまあ第一期が終わったみたいな感じで、終わったっていうか、まあ、新しいことをやらないとね、その、うん、さっきなんだろう、アナログ的なことをしたいって言ったけど、別にそれは塚田君にとってはアナログ的なことじゃなくてオルタナティブなことやし、あ、どんどんね、はい、なんか出てますけど、よう出るんじゃない。あ、そうなんですか。なんかね、まあまあまあ手法としてのアナログじゃなくて、まあ、マナーとしてというか、あ、そういうクラシックなものをやりたいっていう意識じゃなくて、マナーとしてそのカメラとはというか写真とはっていう根源的な部分で撮るっていうことにもう一回重点を置くっていうのはすごいいいことだと思ってて、 やっぱね、変わったことばっかりしてるのを見ていたので、はい、まあ、普通にね、僕多分その2年前ですか、はい、国立であれ誰やっけ、あの時写真家が来てた時に国立見に行ってこっち来て、僕は塚田くんの方がいいなと思ったんですよ。そうそう、あの中津の団地の DM のやつ、ね、ああ、はいはい、初個展の、初個展の、はい、あれ面白い、あれはもう完全コントラストを明確にさして、う、ね、雲は消す、建物は残す、そうそう、だからもう最初からね、あの確信犯的にいろいろな手法を探ってた人がふって、ね、クラシックなことを頭に入れ出すってなると、なんかね、余計もっと面白いものが出来上がってくるんじゃないかなと思ってるんですけど、まあその時に僕がカメラ持ってて、その時に目の前に何かが現れた時ですかね。なんかかっこいいって言いますね。だからやっぱりそのだから宝くじと一緒で買わんと当たらない、だからカメラを持ってないと撮れない、そういうことやと思うんで、なんか今後もうやっぱりね、こういうことをエフェクトかけ出すと、やっぱカメラを持たないっていうか、なんかそういう時間も増えて、なんかそういうのもやっぱもったいないっていうか、なんかやっぱ一日カメラ持たないとその一日写真撮れなかったってことになりますしね、だからそれがやっぱり無駄っていうか、うん、無駄な時間かなっていう か、 だからそういうこともあるんで、もう常にカバンにカメラ入れて、まあ、もうなんならポケットに入れて、まあ、すぐ撮れるようにはするようにしてるんですよ。自然光は撮るんですか今後。自然光、僕塚田良一は自然光ではあんま撮らないイメージなんですけど。撮るよ、撮ってるやん、撮ってるよ、あのインスタグラムにあった。ああ、あれはね。まあなんかあのそういう自分のライフスタイル一つしてまた写真楽しむ、なんかこう例えばポートレートで決めないで、まあ、なんかこうビーチに来たお客さんとかで、まあ、ちょっと友達になったから、まあ、ちょっと撮らせてよとか、うん、まあ、なんかちょっと前にあったんですけど、なんかそういうなんか自分に関係するっていうか、そういうことにあったものを写真に撮るっていうことの重大さに気づいた展示でした、うん、今回は。なんかね、引き出しがありすぎると手法に逃げてるだけって感じ。まあそれもありますよね。なんやろ、本人が決めてこういう意図でやるっていうことだったら全然ね、はい、逃げてるわけじゃないし、向き合ってるからそれをしてるし、はい、とは思うんですね。なんかね、難しいんですよね、そこら辺の。そうそう、まあ周りがどう見るかに縛られるのもね、尺や話ね。尺や話ね、まあ、今回はやってよかったです、トークショーとかも、ね、なんかこうやらないことを、まあ、策つけるなど、なんかこうやらなかったことをやるっていう、まあ、なんかこうやって経験になる、それが、うんうん、まあ、やらないとやらな
やってないよ、もう全然違うんでね、うん、まあ、それはいい経験になったかなっていう、今後の糧になるかなとは思う個展になりました。ちょっとじゃあ彼もうやっぱ全然喋んないんで、まあ、あのちょっと次喋ってもらいます。次あのコビーツでね、あの保育衆さん新しい今年からメンバーで、ちょっと漢字読まれへん、これなんていう、キサラギ、キサラギ、キサラギという2月っていう、2月、うん、それは意味分かって、うん、それでめちゃめちゃあれ助けられてるのに潰してるみたいな、すいませんね。みんな偏差値低いからね。もうこれまあその保育衆さん、そのキサラギっていうのも2月っていう、まああの保育衆さんは11月まで、コビーツで次に1回こういう、まあ、小個展、プチ個展みたいな、すごいバイタリーですね。そうですよ、すごいですよ。まあその月に撮ったっていうか多分そうやと思うんですけど、その月に発表する展示で、うん、今回は2月ということで、入ってちょっとね、女性の裸体とかもあったり顔とかも映って、まあ、それはちょっと NG っていうことで、はっきりとは撮ってないっていうか、まあちょっと顔は映らないようにしま、うん、まあ引きはちょっとね、もう目を凝らす、まあまあ目を凝らしても分かんないんで、まあ、あれですけど、一応入ってこんな感じで。中村くんは結構どう思いました、その一応保育衆さんからは本日宇宙っていうものをイメージしたっていうことを聞いたんですよ。まあそのね、やっぱ DM のこのイカなんですけど、まあ映ってる、まあ、これイカなんですね、うん、イカで、まあ多分ライトとその、まあ、プランクトンか何か餌か何かがこう光で、まあ銀河みたいな感じになって、まあ多分そういうのが、まあ、1枚目と DM ってことなんで、それを始まりとした展示なのかなと思って。中村くんどうでした、まあ喋ってないんでちょっとこっから喋っていただきましょう。はい、あ、保育衆さんっていうその人の写真って結構なんていうんですか、難しいっていうイメージがあったんですけど、はい、でもこう今回もちょっと話を聞いて、そのなんていうんですかね、見てるところはちょっとそんなにこう難しいことではないっていうのをちょっと分かって、あ、はい、一枚一枚こうちゃんとこう説明、説明じゃないですけど、こうこういうふうに見えますね、してもらったんですね、見えるんですよとか、はい、それはもしかしたらこうその時でちょっとずつ変わっていくかもしれないんですけど、はい、でもこう初めのこの1枚目がもう宇宙から始まって、はい、でもう次の2枚目の横のこの女の人の髪の毛がこれ水星らしいですね。そういう風にこう見えてるみたいで、でその次の五重の塔が宇宙船というかロケットっていう風にこう、そういうなんていうんですか、これはこういうもんやろうっていう感じではなくて、そう見えるっていうのでこうちょっとずつ見ていくと、はい、なんかこう入ってきやすいというか、ちょっとこう見ていてこういう感じで見たらいいかなみたいなのが、これは宇宙人とかっていうことですか。それはあの右手、あ、右の方のボンテージ映ってるんですけど、ちょっと見切れてるやつですね、画面上。それはその、まあ、平安時代か、その時代からのボンテージっていうことなんですよね。あ、まあボンテージのね、あの女性の方が映ってました。でそこのグランドキャニオンに見えて、奥にちょっと人が3人ほどちょっと映ってるんですけど、それはもう宇宙人を連れて行かれる宇宙人に見えるでしょうっていう感じです。こういうこう難しく考えるよりかは、自分の思って面白そうに見える風に見ていくと、こうスッと、あ、そういうことなんやみたいなのが入ってきやすいんですかね。シンプルな、まあシンプル感じですね、話聞く。僕はあんま見れてなくて、はい、あんまりね、限られた時間で、まあ、出るの決まってたんで、塚田君も必死で見てたんで、堀さんもあんまり見る時間なく、僕もね、こう見に行きた
てくれた人とお話ししたりとかしてたんで、まあ、中村君はちょっと、ね、今日保育士さんが終日、ね、在庫されていたんで、まあちょっと話聞いたんで、まあこんまあ、中村君の意見を参照って言ってたんですかね、まあ、そういう感じで。じゃあもっと喋ってください。ホイさんがずっと変わってんやん。あれ？あれ？台湾から声聞こえる。これやっぱ宇宙船に連れていかない。そう、今回あのね、そうですね、どうでした？今回のは、ひっくるめてどうでした？向こうもこっちも、はい、あ、向こうというか、まあ、メインギャラリーとコビーツ、はい、中村君はちょっと、昨日もなんかストークの聞いてもらったり、あの何回か来てくれた、室田君には何回か来てくれた。ちょっと今日自分の中にあるスイッチが入るような展示で、入るようなっていうことは入ってない。いや、まあまあまあ言ってたら入った展示で、こう、いや今まで入ってなかった。今まで入った。そういうよりかはもう強く刺激された展示、まあ、もちろんその先週の室田くんのあそこからこうスイッチがこう入っていくような感じで、でこう無駄にその知識もないのにその、まあ、考え方とかもそんなにこうまだこうかっちりしたものが自分の中ではないのにもかかわらずちょっとこう 熱くなって空回りしてたっていう、そのさせるぐらいの面白い展示だった、うん、ああ高評価ですね。ありがとうございます。なんか落ち着けて見れなかったっていうのがちょっと強かったですね。落ち着かせたくないっていうか、落ち着いたら、まあ、まず、その、うん、まず落ち、うん、その自分の中で、あ、これ面白いなっていうより以上にもっと、あ、これもこれやってみたいなみたいな感じのが強かったのかなっていう展示でした。でも11月個展するっていうのは、まあ、そうですね、うん、猫ですね。まあ、それは分かんないけど、まあ本来ならビーツナウここで終わりなんですけど、まあちょっとあのいつもね録音切ってで、まあちょっと流してるんですけど、いや来週も告知まず、ああまずやばいやばい、うん、もらいますよ。あ、そうです、あの来週じゃない、来週はビーツギャラリーお休みです。あ、そうなんですか。はい、今ね、岡島さんが、なんて言いますか、宇宙船に、宇宙船で、まあ、いるんですけどね、ここにいるんですけど、はい、いるんですけど、まあ、台湾にもいるっていうか、2人岡島クスです。もうなんかね、生き量が、生き量が、あのちゃんの、ビーツ君が喋ってる、ビーツ君が喋ってるんですね、なんかもう司会いるんですけど。で、来週がお休みで、再来週ですね、さよならさよ展っていう、ちょっといいですか、ライト。ちょっとね、撮るん忘れたんですよ、いつもね、ちょっと撮るん忘れて、見えるかな。あ、持ちましょうか、こっちね。あ、はい、見えてますか。あ、綺麗に、はい、割と、真ん中に持ってきた方がいいのかな。あ、こんな感じですね。はい、この DM 結構いっぱいあるんで、なんか、これはさよさんっていう、僕もちょっと顔見知りで、まあ、ちょい知り合いっていうぐらいの人なんですけど、その人がまあちょっとモデルをやめはるんですかね、まあ、ちょっとはっきり言うとちょっと間違ってたら申し訳ないんで、まあ、ちょっと曖昧ですけど、まあ、さよならって言ってるんで結構さよならなんでしょう。結構さよなら。まあそのじゃあちょっとだけこんにちはですね。ちょっとだけこんにちはみたいな。まあでもあのさよならさよ展ということで、まあそのちょっと聞いたのはあのこんなんやりたいんですよって前言ってたような、なんかもうそのさよさんっていう方がゆかりある人たちかなに、そのまあ、このさよさんっていう、10人のカメラマンがあの
さよさんのいいところを表現してくれてます。名前は言わなくていいでしょ。ね、漢字読めないのがあって聞く、ね、まあ、ゲンさん、ハタボさん、ソロさん、まあ、あのビーツメンバーから足立健二さんで、坪田圭司さん、宮浦哲さん、宮坂秀明さん、秀明さんじゃないですか、はい、間違ってたらごめんなさい、すみません。で、ビーツメンバーが矢本さんで、トシ Y さん、そしてヒロさん、まあ、そのさよさんという方、にゆかりあるカメラマンが、さよさんのいいところを、いいところっていうか、そういう、まあ、その、あ、後ろにちょっと書いてますね。10人の瞳が見つめたミューズの15年。まあ、15年モデルやられてたってことなんですかね。それで、3月2日水曜日から3月6日日曜日まで。で、6日の18時から打ち上げパーティーって書いてますね。おお、そういう、まあ、なんかこう、ワイワイ。お祭り的な。そうですね、ビーツではね、花店とかベストとかでね、結構パーティーとかこういう形式のパーティーっていうのはなかなか、まあ、ないんじゃないですかね。ホビーツとか、ホビーツね、これ書いてないんですよ。ホビーツも使いはるんですかね。あ、多分ね、使うんじゃないですか。メンバーの方が使うかもしれないですね。それはちょっとここに詳細がないんで、うん、まあ、その3月2日から6日やります、おいでくださいということで、いつもはここでレコードを切るんですが、切らないという。お岡島さんはあのなんていうか、ここしかいないから岡島ックスです。あのビーツ君、岡島ックスです。ビーツ君ね、岡島ックスですっていう俺が言わしたんだ。どうなん最近何撮ってんの？雑これは雑ですね。ちょっと僕この雑さあれなんで、ちょっとお便り。どうなんですか？最近は大阪を探せの。進行ってやったね。はい、大阪を探せシーズン2の復活。の、うん、はい、一発しょっぱなが進行っていう難しいやつで、まあ、人もちょっとこうやっぱ難しい分、いかにこう、まあ、参加してもらうかっていうことも考えつつ、自分は何をしようかみたいなことも考えつつ、それを取って。ああ。じゃあ、集めんとダメですよね。でもそこで、その相馬さんと龍野さんがこう、まあ、一応二大柱みたいな感じで、自分の中でそう、あ、そうなんですか。まあ、もちろん相馬さんが復活させてしたいみたいな感じのことと聞いて、はい、で、その、あの、そこの二大柱がこう、いるからこう、自分は、まあ、とりあえず、まあ、参加するのは参加するけど、こう踏み込んでいいところはどこまでなのかっていうのもちょっと、あ、この二大柱、二大柱、いや、まあ、関係ない、まあまあ、でもビーツメンバーやねん、ビーツメンバーやから、まあ、関係ない、何でも取り入れてない何でも取り入れてない、まあ、その相馬さんと龍野さんやから、で任したらあかんやん。いや、まあ、任すというか、まあ、うん、なんかその領域に踏み込んでいいのかなっていうか、まあ、今まではそう思って、今日ちょっと相馬さん、例えばあれよ、相馬さん作ってるやつ、いや、ちょっとあの一旦、ね、岡島ックスですで区切りつけたから、あ、うん、まあ、ジングルだね、うん、まあ、そのまあまあ確かにね、例えば、まあ、逃げるんですか、あれ、まあまあ確かに、確かに、うん、そう、まあ、そうですかね、まあ、例えば、あれこぼれないように。だからシーズン2ってことは、例えばあの相馬さん、もし仮に
何かがあったってなったらシーズン3もあるってこと、まあ、例えばその相馬さんがあの、ま、もし仮に打ち切られたらっていうことがパターン、もうやりたくねえわっていうとか、じゃあシーズン3としてやらない、何の話をなさってる、あの大阪を探す、なるほどなるほど、次の次その大阪を探せの、まあ、次の企画もずっと、だから考えてはるみたいやねんけども、うん、ちょっとまあ、じゃあシーズン2っていうのはあれよ、あの今まで大阪を探せっていうのは地域に絞って、でもシーズン2っていうのはまたその進行じゃいたりとか、あとなんかそのまあちょっと聞いたけど、まあ決定ではないから言われへんからあれやけど、まあ地域じゃなくいろんな概念的なところかな、でだからその例えばじゃなくて龍野さんと相馬さんがあの二大柱でやってるからってなったら、シーズン3とかになったりとかした時の場合、二大柱っていう、まあ、うん、だから関係ないよ、ビズメンバー、まあまあ、ビズメンバー、そうだからやっぱアシストする、うん、大切、そういうメンバーがねいるのかいないのか、まあ、はっきりしないですけど、まあ、そういう心構えみたいなものがあれば、それで今日とりあえず、まあ、そう自分もこう、まあ、アシストとは使わなかったけれども、こう、まあ、時間もあるんで、なんかそういうことあったら何もしますよっていうのと、こういうっていうんやったら締め切りいつまでやからどうですかとか、まあ、ちょっと進行具合とかも聞いて、まあ、こう締め切りはいつなの、まだそんなもう、まあ、そういうことも含めて今日決まっだからそういうなんかことないかなと思って、ちょっと探り入れるじゃないけども、スパイなんですか、まあ、ちょっとかかるから、え、何のスパイ、別メンバーの中でスパイおかしいやん、探りを入れる、待てそのまあ、だからそのそういう気持ちがあるんやったら、その締め切り日いつですかとかって聞いたら、じゃ あ連れてきたんですけどって言って締め切り日終わってたら終わりやん、うん、ああまあそこまで多分決まってないちゃうかなと今日話を聞いた限り、あそうなん、でもなんかこう DM みたいな画像はなんかあって DM は作るって聞いて、このいつまで作るとか、そういう具体的なことはもしかしたらその相馬さんの中ではあるかもしれないのかなと思って、じゃあもう帰ってメールしよう、だからもう今日もだからそのこういうビリーブどうですかってもう送ろうかなと思って、でも今日来たら、あ相馬さんいてやろうと思って、今日こういう感じでどうですかって聞いたら、あれそんなになんか具体的に固まってないかなみたいな、あ、じゃあ相馬さんバッシングですか、いや そこでそのこれ公開説教ですか、いやいやいや、レコードしてますよ、まあまあそれはただその自分はどう入っていくべきかなって、その自分もちょっとこう引いてた部分もあったんで、あこうでもこういかに運営にやばい、その入っていくの、うん、入ったからいいんじゃないですか、あのあまりにもこう僕がこう言ってたら僕の印象もあるいやいやでもあのそういう答えに対してるだけなんでね、うん、僕は、まあ、でもそうちゃんと決まってないんやったら決まってないでね、なんかこう決めて、なんかそういう、もしかしたら2人の相馬さんと龍さんの間には何かあるかもしれない、そうじゃなくて、そのあれじゃないですか、あのメンバー増やすっていうか、その出展者増やすことも考えつつの話をしてるわ、あ記録に残ってますよ、どういうことですか、いやだからそういう自分の発言には意味をちゃんと持っといた方がいいんじゃないですか、あ、うん、だからその今決まってないんやったらね、そだから僕もノータッチで分かんないんで、だからその増やしつつ、ほぼノータッチやったんで、もう2人がなんか何かっていうぐらいの気持ちしか持ってなかったので、いやあれいつやんの、3月のもうキンキンやん、
後半最終ぐらい。キンキンやん。だからまあその、日本柱っていうよりなんかこう、なんかあの他をスパイした方がいいんじゃん。メンバーをスパイするんじゃなくて。まあまあそのスパイって言い方も。探るっていうかなんかこう街好きそうな街っていうかそういう大阪を好きそうで写真やってるっていう人は多分いっぱいおると思う。まあ、ビーツギャラリーに足運んできてくれると思う。だそういう人にどうですかっていう、だ今日も、まあ、大阪好きやな、まあ、なんかそういう人も来てたよ、だ俺全くノータッチやからそういうのも、何人集まってるかもしれないし、だから、声かけるっていうのがあるほんじゃあなんか相馬さんとか龍野さんに、あこの人進行やりたいって言ってます。まだ大丈夫ですかとかって聞いたら、あ大丈夫大丈夫ありがとうとかそういうことになるんじゃない。できる人は違うねみたいな。できる。それいただきます。はいいただいてください。まあ果たしてそういう知り合いがいるかどうか。いないですけど。そう負担もないやん。でもまあこビーツに来てる方にちょっと声かけるっていうのはちょっとまあ、まあでもね、多分中村君は去年のねちょうど1年ちょっとぐらいですかね、猫の写真からどんどんね展示とかしてくれてビーツでね、その時に比べたら多分知り合いかなり増えてると思う。何倍以上にも増えてる。知り合いっていうか、まあ、友人でもいい知り合いでもいいし、まあ、知り合いじゃ知り合いよ。プライベートもわからん、一緒に飲み、まあその友達っていう区切りわからんけど、まあ、一緒に酒交わしてから僕は友達かなと思うから、ね、だからそういう僕はねだからそういう知り合いなんじゃん。みんなフェイスブックに友達になったからもう友達みたいな、そんなんあらへんで。それはまあ、だからこう自分が友達になりたいなって思う人にはちょっと行くようには最近なってるのがちょっと空回りの原因かなっていうのは。空回りしてるんですか。何空回りって。ちょっと割と空回りそこがちょっともうちょっといろいろ反映できたな、落ち着いて反映できた。まあ、でも明るくなって最初の頃、最初とかもうやばいやん、そこの本棚のところの椅子に座ってずーっと黙ってんねん。それ何時間いるんすか。 4,5 時間ぐらいやろ、まあ、黙ってそれぐらいおるんや、ね、時よりは全然その僕が言うのもなんですけど成長しましたね。ありがとうございます。僕は言わないですけど、まあまだまだ足りんねん。いやでもまあそうやってその時に比べたらまあねここのつながりはまあ言うていいかな、まあそのカメラ屋さんで働いてて、まあ、先週言うてますからね。ああその常連っていうか、まあ、そこからつながる時よりはどうなのその範囲が増えたんじゃない。確実に増えましたね。良かったですね。良かったよ。ありがとうございます。だからそうやってこう、なんかこう友達増えると楽しいし、まあその知り合いが増えるっていうのはまあ、まあなんか別のとこ行くといなくなってしまうっていうか、その場所に行かなくなると忘れられるっていう悲しさもあるし、まあでも今はそういうね、まあ音楽のまあはっきり言ったら音楽の友人は。まあちょっとその話するんですか。音楽の友人とかはなんか自分のまあ合ってないっていうか、なんかその知らない時間の流れがありますからね。まあそうそれで変わったり変わらなかったり、まあ相変わらずやなっていうものがあったりとか僕はすると思うんで、まあでもなんかそう
離れるっていうより距離ができたっていうか、うん、なんかそういうのは悲しいやん。だからまあ埋めていこうかなと思って、今年はちょっといろんなところに顔出そうかなと思って、アクティブに。うん、なんかそっちやったもん。ライブとか東京とか行ったりとか、なんかとか、まあいろんなところにライブ行って写真やる前は。そうですね。うん、なんかそういうフットワークはもっと軽かったかなと思って。あ、だからまあ大阪は大阪でもまあそういうライブハウスっていうか、まあ近くてもそのあんまり行ってなかったっていう場所とかね、なんかそういって、まあ、もっと自分の枠を広げれればなっていうのは今後の糧っていうか今年っていうか、うん、まあなんかそれが楽しい。今そういうもっと若い人であったり年が一緒に近い人で何かするっていうのがやっぱり楽しい。ああ、まあまあそういう企画もね、うん、あるし、あるし、7月にアンダー30という30歳未満の展示があるんで、まあ、またあの Facebook とかにも告知しますしね、うん、なんかあのちょっと個展があったんで、もう明日そうですね、明日ぐらいにちょっとパッと画像を作って、まあ、それが決定ではないですからね、パッと画像を作って、まあ、ちょっと拡散させていこうかなっていうか、まあ、仕事終わりにね、家帰ってやろうかな。7月って早いよ、もう3月も早いよ、一瞬やん。2月こ2終わりやん。5ヶ月ですか、あと。ああ、アンダーサーティは5ヶ月やし、大阪を探せばもう来月、うん、だから2月終わりよ。もうすぐ新年度、うん、新たな動きないんすか。え、彼女とはいない今はいない。村田君は彼女はいない。いや、もう好きにあれよ、ちょっと助けよう、助けよう。おかきマックスです。あ、おったらもっと含まれてよかったすみません、何してんの。え、いや、まあそれはちょっとこうね、おかきマックスです。じゃあなんか潰したないねえ。まあ、まあ、いや、潰したからって逃れられると思ったけど、あの室田君ってあの引っ越ししてどうなん新生活ですか。新生活やっぱりね、お掃除、洗濯、料理全部自分で今、まあ、もちろんやってるんですけど。何をやってるんですか。お掃除そうですよ、はい、まあまあでもまだね、掃除というかあの部屋バタバタしてるんでね、あの引っ越しが1月中旬にあって、はい、そこからね1ヶ月後にちょうど、先週の個展があったんで、まあ、その準備とかいろいろね、はい、あの足りないなと、写真がなんですか、あの曖昧に足りないなと思ってるものもあったし、はい、それ取りに行ったりとかで、あかんわこれだからあの家の掃除はせんと自分のパイプ掃除はしてるってことや。何をおっしゃってんの。怖いわ。裁判官、裁判官です。僕はまっとうに来てますからね、この人に比べると。あの、まあ、死刑ですからね、室田君は。執行猶予をください。執行猶予2日。じゃあ2日間我慢します。あ、はい、はい、あ、じゃあ2日間我慢しますってことはちゃうやん我慢しますじゃないないですね。はい、もう何ですかゲストレコードしてるしや怖いわ。もうそこら辺はあの視聴者がね、あのマックスですマックスをなんか、ね、さしてくれる。これ誰も見てへん、誰も見てへんこんな話誰が興味あんねんって。いや、わからん、私ですよ。さっき1あったのあれなんなんや。それソマさんですね多分。ああ、まあいいか。まあなんかあのそうです、まあ、レコードしてるからね、やっぱ見れちゃうっていう。
みんなこんな話興味ないんですよ。ああ、タイプ装置か。ユニッシュしてへんの。ん？ユニッシュしてんでしょ。何をおっしゃってるんですか。パイプユニッシュしてるね。パイプユニッシュですか。うん、パイプユニッシュ。パイプユニッシュね。してないですよ、そんな。ああ、してない。まだね、掃除用具すら整ってないんですよ、ね。我が家。聞いた話違う。っていうことで。なんかないの。まあ一回部屋に行かせまった時にこれが布団でこれがっていう板。ああ一回でこれが布団でこれがこたつか。こたつかっていう。あとその置いてるものしか言うてない、ね、お客様用のソファーベッド。あソファーありますね。お家でもお酒持ってったら泊まりに来てもいいよっていうことをこう言ってもらって、あっていう何こうこうあこうそうだラッキーみたいな。まあまあそのえいろいろ3000円ぐらいあお金よドリトミーなんていやゲストハウスなんていやでもまあちょっと話戻したらあれじゃん、なんかうん、なんか偉そうに言えませんが、はい、トークイベント、まあ僕の中ではまあ緊張してカッカして終わったっていうか。カッカしたんですか。あもうイラついた。いやテレビ冷や汗とか、ね、ああ緊張ですね、うん、でじゃあ俺はやるわって言ってたけど、や言ってて勢いで言うてた、ね、勢いで言う、はい、でも勢いって大事やから。そうそうそう。うん。勢いないよね。全然ない。勢いがあったらもうそんな今頃はもう今まで。その手つきは何ですか。今までこう防ぎたのがこうパッと勢いだった。ん？何を伝えない。で一番年上やん。もう。そうですよ。しっかりしてくださいよ。しっかりしてくださいよ。しっかりしてたら。今頃、もっとしっかりしますよ。まあ、そら、同じことしか言うてないからね。その、トークは、トークイベントしないんですか。トークイベント、固定の時、やればいいんじゃない。トークイベントじゃないですけど、まあ、一応、その、あ、アシスト欲しい。アシストは、欲しい。俺はいらんと思ったけど。そこがちょっと、まあ、違うパターンでいくならば、アシスト欲しいな。違うパターンってその何パターン？え、そのまま司会が二人って言います。ああ。僕欲しいんですか？四十八って。何の話されるんですか？あ、駅弁売る仕事したいんや。あ、お仕事探してるしね。うん、駅弁売る。駅弁。あ、知らんもん。これは岡島さんに怒られるでこれ。あかんって。あかん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 。で、まああれ、うん、そのトークショーっていうのはどう？トークショーっていうのはっていうかまず展示もね。なんか個展なんかちょっと教えてよ。どういうっていうかまあその全部っていうかまあ今回僕もその。構想と現実が違ったから、うん、その展示方法でなんかこう即興的やったから、でもなんかある程度の形はあって、その形のなんかアンパンマンが顔の上げるみたいな、それぐらいで教えてどういうのやる、なんかちょろっと。初個展ですからね、うん、初個展ですから。初個展ですよ。まあ11月、まあ、個展でねこの前やってるから、なんかジャスティス、なんジャスティス、正義、クレイム、ジャスティス、どんな意味ですか？正義の主張っていうのはパクタです。パクタ、パクタ。拾えてる。それ、あれいう感じ、モノクロでとかそういうのはなんかあるやん、カラーでとか、まあそのカラーモノクロっていうのはだいぶ先かもしれないけど、なんかこういうちょっとしたニュアンスみたいなのとか、
あれば教えてほしいなっていうか、まあ、ちょっと楽しみにできるよ。音からを 半分に分けるか混ぜるか、それは、うん、あのまた後々決まることで、全部カラーになるかもしれないし、全部モノクロになるかもしれないし、だからそういうどういったこうストーリーの何プロローグ1ぐらいのちょっとかじり多分ね、写真がないとあの構成できないみたい。ああそうですか。だからそれに向けて今撮ってる、なんかでもそれに向けてはまだ具体的にこれっていうのではなくて、ほんわりしたイメージで撮っていって、その中からちょっとこれっていうのからこう増やしていこうかなみたいな。なんかあの個展とかってなると、うん、1回目に向こうでやった時に、うん、なんかあのもう1回貯めるっていう手法、貯めるっていうかこれがあってこう作っていきたいなっていうのを広げていって1回目やったんやけど、なんかこうこれこの写真個展に使いたいなっていうのはもう一枚ある。なんかあるやん、なんかそっから広がるっていうことが、うんうん、そうね、うん、それはそうですよ。まだ今は、まあ、取れてないこれっていうのはまだこれぐらいかな、これに近いのがあればなっていうのは一枚ぐらい、一枚一枚ぐらいで、うん、またそこまでこれしますっていう言えるほどのものはない、決まってないけれども、このこれが一つからこう広げていく中で、でも照明とかをこうしたいなみたいな、そういうイメージとかは、それは早いし、まあ、早いですよ。それは早い。逆、逆、まあ、逆、他に想像するものがないから、そっちがちょっと膨らます。それはだって照明のための写真なの。え、見る人に当てる？写真があって、まあまあ、箱をどうするかで照明をどう使うかになるわけじゃないですか。まあ、その写真に当てる照明じゃなくて、こうディスコ。ミラーボールですか。ミラーボール。なんかそういうことじゃないの。その写真に当てるも当ててて、他のっていうことはディスコとか、まあなんかミラーボールっていうはっきり言うじゃなくて、そういう感じ。別になんか他の照明があるとか、まあ例えば蛍光灯がもう地面からいっぱい突き出てるとか、そういうのもあるやん。なんかそういうことな、その照明っていうか。あれでしょ。先週と今週がいろいろ照明の使い方やってたから、そういうことしたいなっていうことですか。まあそれに近い、まあ、自分がこう古典っていうか一つ使えるとなった時にどうしようかなっていうのが、まずそのままこう光を当てるだけっていうよりかはもっとこう、まあでも暗くしたりとかっていう、そういうなんかそういうまずその外堀から埋めていくじゃないですか。そういうイメージ、進撃の巨人みたいな壁を作って、でもそこからこの乗り越えていくみたいな。でも写真からスタートした方がいいと思うんですよ。だって箱のライトを見に来てるわけじゃない。そうそうそう。だからあのライトはもうつけもんみたいなもんで、なんかこう演出ですから、ね、定食頼んだらなんかつけもん来たみたいな。だから照明が面白いことを言ってたら、あ、この漬物うまいやんとか、それも、うん、その写真ありきで、まあ、そんな撮るわけやったら別にグループ店とかそういうのでも、うん、まあまあ、はっきし言えばいいかなってなるので、まあ、それせっかくやったら、まあ、その一つの方法じゃないですか、まあ、その気持ちとしてはこういうふうにしたいなっていう。ではっきり言えばグループ店でもそのライトを物に当てないで、あの見る人に当ててくださいっていう方法もある。だから、まあまあ、そうだからそういう壁を使ってやんやから。でも俺は今回部屋を使ったから、部屋でどうにかしようやけど、うん、壁を使ってやから、だからそこ僕のは照明いらないんで当てないでください、こういうイメージなんで今回とかっていう、まあ、進行とかね、あのやるんやったら進行ってこうこんな感じやん。それだけではないと思う。まあそれだけではないけど、まあ、イメージとしてはこんな感じや。
それやったら、私は暗いところでこうやってるんで、照明は当てないでくださいみたいなとかもなんかあるわけやから、だからまずライトじゃないやん。そうそうそう、写真ありきのライトやん。そうそう、まあでもそれを決めてし、まあそのまあそういう例外もあるっちゃあるんやろうけど、まず写真じゃない。そうそう、普通に説教になるけど、そうですよ何余ったれとんねんってなるけどだから、結構展示したんやから、わかる。展示したんやから。もちろんその写真ありきで、まず自分でマット作ってみたりとかっていうので、その写真ありきじゃないところに目を向けてたっていうのも、もちろんそのこれはあかんかったなとかいうのもあったし、でもまだその一つのところでやったこともないし、まあ、その照明がこう使うかってまたイメージが何も形になってないってことか。でも逆を言えば、せっかくの初個展で照明から考えるなんて、いや、むしろ思いつくってこうなんかしてくれって言われたら、恋をしてから付き合うみたいなね。そうですよ、そんな感じ。やっぱね、道徳的なことしなきゃダメです。まあなんかでもいいやん、その照明はまずおそう、まあなんかこう勝手に僕が決めつけるのも悪いと思うけど、照明っていうじゃなくて、まあなんか違うやん。俺言ってんのはそのプロローグの話してるわけ、うん、だから例えばそのこのサイドの強い絵の具っていうか、まあ原色カラーの絵の具っていうよりパステルっぽいとかっていう、パステル色を使うとかっていう、そういうふんわりしたものはあるんやね。 それがカラーとモノクロ混ぜてやりたいとか、あ、そうか、なんかその話的なこう空間的なものは多分写真撮らんと始まらない、うん、まあ、そこは今すぐ何か喋れって言われたら、その照明のことしか思いつかへん。おかしい、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 おかしいわ。今照明決めてもしゃあない。いや別にこれは決定ってわけではないけども、うん、もう何か固定のことについて話してくれって言われたら、今こういけるそう。撮りたいものは特にないよりか。撮りたいものは今。撮りたいっていうか展示したいものじゃない、展示したい写真っていうか、その例えば猫だけ、いや猫だけって、まあ、多分絶対猫入るかも。いや入らんのかな、意外とね入らんのかな、入んない気がするまあなんかまあ何かを撮りたいからそこに行く、まあ海に行きたい、海の写真を展示したいから海の写真を撮りに行くっていうか、この写真を展示、これが展示したいから個展するみたいな、うん、いうことはもちろん、そのちょっと気持ち的に言えばこう、まあ、その年の集大成とかじゃないけども、うん、まあ、今までこうちょっと今まだそのそこまでそのこれがこうやって言えるほどと、うん、まあその分かってるわけでもないし、溜まってないっていうか、まあ、こう直感と感覚となんとなく考えてる部分の割合が占めてる、多い。その直感部分が欲しい。その直感っていうか、その考えてる、考えてるっていうことは何かがちょっと形になってる部分を、うん、だからアンパンマンの川尾くんぐらいの教えてほしい。写真、この写真を展示するしたいっていうのはまだそこまで。っていうことは個展の加藤自体ははっきり決まってないってことだよ。まだ何々したいっていうのは、何々したいっていうのは欲望っていうか、その自分の頭の中でだけで計算してることであって、やっぱ何かがきっかけになってこれをやっていくっていう形にするのか、頭だけでなんか先決めるのか、また違うやん。だから例えばこれペットボトルを作りたいと、ペットボトルを作るにはどうしたらいいですか
だったらプラスチックが欲しいけど、じゃあプラスチックを買うわけ。でもこっちはペットボトルを作りたいって言っても、まだ形っていうかその思いでしかないから、うん、まあ、人によりますけどね、うん、人によってはね、そのいろんな考え、もう今回も突発的やん。でも突発的になんかこの自分の経験っていうか、その道しるべをたどっていったっていうか、その 何個かの選択肢の、まあ、さっきのこの人形を手使う出るのと一緒で、その何か経験とかそういうもので掴んであれができたわけで、だからなんかそのことじゃないのかなっていう、気持ちは固まらしてないっていうのがちょっと強い。でも11月やったら5月半6月前で、5月ぐらいからはちょっと始めといた方がいいかもしれないよね。話そうで、それはまあ違うかな、分からんけど、まあ、今言ってもおかしい話じゃない、吐きしれば。明日またこう気持ちが変わって、それは変わるよ、のがその、うん、変わって、もしかしたらもうちょっとしたら変わる時期が今結構気持ちの変わり目が多いみたいな不安定、不安定というか、あ、そうこうかもなっていう思うことが得るものが多い、でそれをちょっと生かしたい、生かせればいいなっていう気持ちもあって、うん、まあでもそれだけ吸収してるってことはいいことだよ。吸収してやっぱそれをまあ、真似じゃないっていうか、その自分のフィルターに置き換えて、やっぱその考え方ってやっぱり変わってくるから、だからそれをずっとやってて、じゃあ10月ってなったりとか、まあ、まあいつかを吐き出す期限はこう決める、まあ、決めてしようっていう頭はあるけど、今はこう、まあ、ミックスジュースにフルーツ入れてる感じや、まだフルーツは入ってへんから、その日飲んでも美味しいなと思っても、次の日飲んだらなんやねんこれみたいなのがあって、また作り直しみたいな、まあ、鮮度が落ちる。でも作り直しっていうことは写真があって、それをあの置き換えて1枚の話で、1枚でミックスジュースじゃないや、ああそっちか、うん、だからあの1枚あのミックスの容器があって、そこに果物を入れてるんだ。で固定って言ったらまとまるから、それでスイッチオン押してミックスジュースができる。だその人それぞれ、じゃあ、大きいもの2枚だけって言ったら2個のフルーツでミックスジュース。あ、果物どれ入れようかなって思ってるぐらいかな。ああ。いちご。こういう味のを入れて、え、このバナナ入れたらまだ味変わるかなとか。変わるよ。そういう、ちょっといろいろ入れてみて、まだボタン押してない。うん、どうかな。でも個展前に何回かボタンを押さなきゃね。それで出てきたミックスジュース飲んで、うまい、一発目にうまいわけない。だからこう何枚か複数あるってことは、多分室田君も前の個展やったと思うけど、やっぱ並べるよね、家でプリントしたら。そこからなんか省いたのね、前の個展ね。そうですね。だから僕の場合はお皿に合わなかった。うん。そういうことがあるから、やっぱり何回かボタンを押しとかなあかんと思うよ、まあ、それは。まあでも実際個展やってないから分かんない。なんやろ、自分がどういうふうに作っていくタイプかも自分で分かってない。でも結構組写真とかやってたよ、なんか。いや、組写真はでもやっぱ違いますよね。あその壁で考えてるとか、なんか何やろう、僕はそのミキサーのボタンを押すっていうことを言えば、ボタン押す前にミキサーにとりあえず入れて、押す前に出してまた入れ直すタイプなので、ああ。
だから変な話、先週の補填のその何進行というか準備の進行は、まあ、画面上でレタッチします。でそれ用のフォルダを作ってそっちに持っていく。で画面で考えて、まあまあ元がね膨大な数がありで、まずレタッチする時点で現像レタッチする時点ですからギュッてしまって、でフォルダに持っていくのでもしまって、で実際プリントするまでにもう、16枚先週やったけど20枚ぐらい絞ってるから、でそれでいじって、だからその配置を考えるのをボタンを押すっていうことだとするのが、あの何やろ、もうそこまで入れるフルーツを選んでる作業の方が僕は多い。あ、ほら多分人それぞれだと、とりあえず何やろ、膨大なその原材料を目の前に置いてっていう感じではないので、だから人によったら例えば100枚プリントしてそこから20枚選ぶ人もいるだろうし、やり方はそれぞれやし、そうまあプリントして絞ってない、僕はもう完全に頭の中と画面の中で考えて、もう本当にめちゃくちゃ選んでからプリントするとか、ケチってるわけじゃなくてまあそれが、ね、頭の中で想像してるんじゃないかな、そのやっぱビーツで何回も来てくれてるし、なんかその箱の雰囲気は分かるんですよね、まあ、でもただちょっと並べた時にやっぱりいらんとかっていうことになる。だから中村君も数取ってください、ね、どういうやり方で作っていくタイプなのかが、うん、多分自分自身も分かってないから、組写真でね、多い時縦6の横5ぐらい30枚とかやってる時もちらほら見てますけど、やってるマスはやってるマスっぽいことをやる、ね、すぐパクるからすぐ手つけて。でこの間面白かったのはこう同じ道を何回も通るみたいな話してて、で中村君はまっすぐかしか下しか見てないよねって話になって、あ写真が、あ見上げてるんがなんかで見上げたら空はいらんって言い出して、空を撮ってるやつはアホやって言い出して、それ岡島さんから聞いたんやっつって、岡島さんがなんか空撮っとるやつはもう死にたいんかな、空見てお天道さん行きたいんかなみたいなを言うとって、まあでもそれでも岡島さんそこを空撮ってたけど、そういうことを聞いて言ってるか、なんかその影響っていうかそのマネというか。そういうのが多いよね、なんか。ひとまず自分の中に入れてみるっていう。宣言するまでもないと思う。入れてみるぐらいだから。まあ、僕、今考えたら、僕もそらそらないタイプなので。俺、撮るよ。雲が綺麗かったら、その雲入れたくなる。インスタとかには撮りますよ、そら。あ、展示はないな。雲消してたぐらい。そうそう。疲れ切ってますね、彼。いや、疲れてます。まあ、空撮るの嫌っていうのは、嫌っていうかも、その。だから俺、岡島さんに言われたやろ、言われたから言ってんやろって言ったら、もうなんかあの、拗ねてる。あれやん、あれ、拗ねてるじゃなくて、あの、なんや、あの、図星やったもん。まあ、言葉がスッと出てこうへんのが、ちょっと、で、たまたまこう、あって思い出したのが、その岡島さんが言ってたことも、まあ、もちろんそうだけども、例えば、ドローンで猫飛んでたらどうすんの？空を。めっちゃおもろいやん。撮るやろ？それは撮るけど。撮るやろ？
そういうことない。でもそこで撮ってもだからもう、うん、撮るのは撮っても展示に使うかって言ったらまた今はその気持ちいい。 俺やったら使うね。ドローンで猫飛んでたら絶対使いたくなるよ。使うか使わないか以前の問題やと思う。絶対使いたいの。ドローンで猫飛んでんねん。GoPro つけてドローンで猫飛んでたら展示に使わんけどインスタにあげたいん。ああなるほどね。初めてタグいっぱいつけたいな。つけたことないからタグ。あほんまか。そういうことやん。なんかその空でも何が起きてるかわからんし、だからその僕は空撮らないんですっていう、まあ宣言するんじゃなくてっていうことです。今は使わないってだけで撮ってるのはもちろん撮ってるし、でもそこは、うん、自分の中でどっかこう見上げてるのは一番下から上をなんかこう届かないものを掴むみたいな。急にロマンチックに。いやもうロマンチックじゃなくて井戸の底にいて登るもしない井戸の上を見上げて空があるけどどうしようっていうちょっとそういう気持ちがどっかにあって、あんまり嫌やなっていう。貞子、まあ、貞子にちょっと近いの。ああ文字ちょっときっと来るってやつや。死んで登っていくか生きて登っていくかじゃないけども、死んでたら登らん。いやそこも貞子になっていくかっていう、なんかそういうなんかこう負い目引け目とかじゃないって、なんかこう自分の中でまだその上を見上げるってことは、まあ、その自分の今の位置をはっきり見たくないっていうのも、まあ、目をそらすっていうことでもあるし、あんまそういうことそのそんなにこう口に出して言いたいって感じじゃないから、岡島さんのもうちょっと言葉を持ってきたっていうのもあるし、やっぱりどっかこう自分が下の方にいるのは分かってるけど、でもそれはこう自分の中でも認識というかその思いたくないっていうか、でそれでこうそのからその一番下のとこからこう綺麗な上を見上げるのは嫌やなっていう。こう上に這い上がってから見上げたいな、見上げるっていうか、いろんなことをスポンジのように吸収してスポンジのように吐き出しますギュッて自分で。まあ、確かにそう。でもなんか僕思うのは中村君って自分の答えないなっていう、まあ、それは そこがあったらちょっとこう自分の答えないなっていうか、なんかその、うん、何やろう、どういう言葉でまあそのね攻撃ではないけどどういう言葉にしてもなんか嘘で返してることない、その時の。なんか俺そんな感じすんのよ。なんか嘘ついてるやろ絶対っていう、バレんのよそういうのって。まあ室田くんもね、まあなんかバレるから正直に言うてくれてる、バレるんよ。なんか嘘じゃなくてそのほんまやけどもフィルターかけとは言ってる。どういうこと？だからそのなんていうんやろ、ぼかしていい。そうそう、ぼかして、でもそのゆっくりこう目を細めてみたら分かるけども、ほんまのことは言ってる。そういうふうにこうちょっとこう質問されて答えるときは、あどう言おうかなって思うからちょっと間が空くんだよとか、ポンポンポンとこう会話を返すっていうのは、あのほんまのことやけども、そこになんかよく分からんフィルターをかけて返すからちょっと手を外しましょう。まあ、そうなんですけど、簡単に外れたら黒はないです。一回ベロベロに弱して本音を吐き出させる。もうぶっ潰そう、避けて。それでぶっ潰れた時にあの、まあ、千と千尋じゃないけどぶわー出てるわけ。本音の言うたらどんよっていうやつ。まあなんかあの、だから俺は嘘ついてるイメージがあったから、嘘ついてるっていうか、なんかその場の場逃れっていう、場逃れっていうか、そういう本音というよりかは、まあ、当たり障りのない、当たり障りまくってるよ。ほら、そういうふうにこう
こうどうしようっていうされないように言おうとしてこう変な風にこう空回りしてだから正直に答えればいいやん。だから昨日のこととかでもなんか、うん、だからこれ飲んでうまいまずいこれ食ってうまいまずいでいいんじゃないの、うん、だからそれをずっと、うん、だからそれ、うん、まあ昨日それ言われとった、うん、っていうかずっとそれ言われてんねん、まあ、そこで自分でこう変え、ここだけ変えつまんだらただのダメなやつまあでもなんか別途じゃないけどまあでも写真は嘘つかないからね自分の見てきたものやからなんかこれから頑張ってほしいなと思いますし、うん、なんかそういう人の対応っていうか、うん、なんかこういうのもやっぱり一人でやってるわけじゃないからやっぱいろんな人と絡んで、うん、なんかもっと本当に美味しいものは美味しいまずいものはまずいっていう人になれば成長じゃないの自分の中ってことあんまり毒入ってるところ見ないですかね。いやでも最近俺結構突っかかってきてるお、まあうん、絡まれてるから突っかかってるなってるだけでもムカつくからってそうやなと思って戦争ですか内部内部で。いや別に言ってくれたら言ってくれたらいいんやけどその的が当たってないっていうか、なんかあのだからあの弓矢で撃たなあかんのになんか俺拳銃やしバーンみたいななんか角度が違うっていうかなんか違うのねなんかあのまあまあ言えばトークショーっていうかそんなまあトークショーっていう自分で言うのもイベントを、ね、まあなんかそういう話す場で、うんと、なんていうか、何やったっけな、ちょっと忘れちゃったな、そういう場で、なんか、ムカつくこと言われて、まあ、俺は、あの、うん、はっきり言ったらムカつくこと言われて。はい。で、なんかあのその角度が違うんやん、うんうん、なんか失礼というか、うん、なんかあの自分の自分が思ったことじゃなくて他はこんな感じでしたよって他の人のせいにするっていうか、あ、まあ、なんかそういう感じで言われてまあ俺関係ないしと思っとったんやけどまあ岡島さんがそれ結構切れとったんやけどなだからあのちょっと鳴らさなくていいですか。あ、もうええやろ。つかなくうまくなんていうの。だから俺は、それ聞いて、トークショー見に行ったことあるとか、うん、で、人前トークショーみたいなことしたことあるか、うん、ないって、うん、ないって言われたのに、なんで俺そんなん言われなあかんの、うん、なんかまあ客観的に言ってくれてるのはわかんねえけど車も知りません。あ、なんか、まあ、例えば小説があって、うん、この小説読んでないのに、なんかこれ読んで小説家になるよ言われてるようなもん。あ車も見たこともないのに、車運転せえみたいな、うん。なんかそういうので引っかかったっていうのもある。ああ、なるほどね。なるほどね。なんならなんか、あのトークショーは思んなかったから、おもんなそう、なんか他の人がおもんなそうに帰ってきましたよお前関係ないやん話言ったらただの喧嘩やないかいやお前関係ないやんけみたいな、なんでそれ自分なんていう、うん、まあそりゃそう思って帰ったかもしれんし、うん、お前が言うことじゃないやんっていうことを言われたから、あのちょっとなめとんなって、うん、だからトークショーするんやったらするで、なんかその個展もまあ楽しみにしてますよ11月、まあ、それをねあえて塚田君に言うってことはだからハードル上げてますからね自分のそうやで、ほんであのだから俺はトークショーするんやったらあのした時にまたその時の答え聞かせてって、めっちゃハードル高いで、あのもうかなり高い僕らを蹂躙するような個展に、うん、だからめっちゃやられたと思わさんとね、あのそもそも僕気になってることが一つあって、
一番誰に見てほしいですか、固定もするにあたって。発信する側じゃないですか。誰に、全く知らん人がいいですね。あ、初めて来てもらった人に、あっていう、またこいつの見たいなって思う、あ、もらえるのは、いやだったら個展やらなくていいかもしれない。今はその企画とかなんかいろいろそのするとかなんかそういう感じの頭がちょっとどっかにある分そういう思いが強いのかなっていう。でもまあ、うん、知らん人に見てもらえない、知らん人にはやっぱ 見てほう、何やこれ、おもろいんかな、変なんかなとか、なんか何かしらこう知らん人に見てもらいたい。だからそう思うやったら個展やる必要ないって、厳しいこと言うかも。一番は自分が一番見たいんじゃないのって、だからその部屋にいたいわけやん、自分が、自分の個展ね。あの個展じゃないで、個展だけじゃなくても、あの企画展とかでも、いやどう並べられてるんやろうってなるやん。自分の写真ってどう並べられてるんやろうって。相手いないのにキャッチボールしたいっていう感じですね。そう、知らん人と。やっぱり展示してる人って大方、まあ、全てじゃないと思うけど、大方自分が一番見たいんじゃないの、その展示っていうか自分のもの見てもらいたいんやったら、うん、固定、あ、見て、なんか知らん人だ、例えば自分の師匠みたいな人とかやったらまた話は別で、もう自分が弟子で師匠がいて、その師匠に見てもらいたいっていうんやったらまだ分からんでもないけど、知らん人はきつくない。でも自分が一番見たくない、その空間に浸りたくない。でも知らん人に見てもらいたいって自分から言うっていうことは、反面すごいハードルが高いことだと思って、知らない人に大多数、まあ少数かもしれないですけど、見てくれる人、普遍的なものになるじゃないですか。だからこっちは普遍的なものじゃないから、ね、僕も自分が一番見たいっていうのと、あとはまあまあ、要は自分がどこまでできるかの、確認っていうところと、僕はまあビーツメンバーじゃないので、あのビーツを選んだ理由は岡島さんに見てほしいっていうのがあって選んでいるわけで、まあ、ビーツメンバーですからビーツでもちろんやる思うんですけど、ね、なんか受け手がいない状態で大多数にってなると結構ね、まあ、そこまで、まあ、意味合い的にはもちろん村田君が言ってることかなと、僕の思っているのはもちろんその今まで知り合いもそんなにいないし、じゃあその、まずその知らない人を呼ぶ作業それも、まあ、もちろん、発揮集ってね、俺今回の個展ビビったわ。やっぱ告知してないっていうのもあったけど、前の個展より半分以下やね、来た。ああ、なるほどね、まあいいんやけど、それは、だから、でも見てもらわなかったっていうのは結構きつかったよね。だから予想してたより低かったよね。集客を僕はあんま気にしないタイプで、まあ気にしないけど、やっぱ2回目ってなんか前よりちょっと増やしたいなとか、なんか俺前何人来てんやろう、それを数えてないもん自分で。あそう、大体ぐらいあるよ。大体どうなの、大体100とか200とかっていう、150とか、なるほどな。まあなんかその今回の方が俺良かったのにって思って、まあ毎回いいんやろうけど、まあそれがちょっと残念やったかなっていうのはあるよね、本音で言えば。今回と前どっちが良かった？塚田君の、塚田君の今回と前、まあでもタイプが違うもんな。全然違うもんやしね。だから
いい悪いの判断じゃなくて好きか嫌いかでしか判断できないでしょ、比較に関しては。多分それは両方見てる人おのおので、まあ優劣はあるんやろうけど、まあ、僕は今回の方が好き。あ、嫌いか好きかでいうと、あ、いいか悪いかは、はい、例えばその何をもっていいとするかとかがあるから、ね、はい、例えばそれはあの写真一枚一枚に対してどういう風に向き合ってるかっていうことになると、前の方がやっぱり、撮影に出てる回数とかで回数とかでかけた時間とかに関しては圧倒的に前の個展の時の方がそういう風なことに費やしてる時間が多いから、それを基準にすると、前の方が、いい悪いっていう評価基準をそういう風に持ってくるならそうだし、どっちの方が前衛的かっていうことを言い悪いの基準に持ってきたら、今回の方が前衛的でいいっていう基準になるから、だから簡単に言い悪いっていうのは塚田君に関しては今回と前回では僕は言えない。あ、ただどっちの方が好きかって言われたら、そうそう、自分に対して刺激になるかっていうものを考えると、今回の方が僕は刺激的だから今回の方が好き。室田君は言葉の使い方がうまいね、女性にも。いや、もう2時間ちょいぐらいですか、もうそろそろ締めようかなって思いますよね。ちょっとそう、ね、もうちょっとやばいんじゃないかなっていう。もうね、泣くからね。泣くから、うん、だから、2月に11月の個展にどうって聞くのもおかしいし、まあやるからには楽しみにしてますよ、と言っておきます。本当に楽しみですか？いや、楽しみや。これだけ、いや、もうあれやで、気向かんかったら何もしてへんて。あ、まあここに読んだりとかもね、まず気向くから言ってるわけで、言われてるうちが花みたいなの言うやん、だからそういうことやと思う。まあ楽しみします。で、再来週は作業展よろしくお願いします。映ってないですけど。いや、もうだいぶ映したでさ、めっちゃ言うたで俺。ということで今日はお疲れ様です。スペシャルゲストでした。はい。